カオスよ、待たせたな。なんならここまで迎えに来やがれ。見学がてら行こうか。行くぞ。後ろは任せてくれ。敵だ。どうぞ。終わりだ。勝ったな。次やるぞ。どう？やるか。知らしてやるさ。アシュ、当てにしてもいい。もちろん。余裕だな。いつもこうだといいんだけど。敵発見。逆、戦おう。やれ。俺ってさ、ジャック、下に魔物がいる。今っておくか。セイ、出てきた。ジャックがいれば負けないか。さてと。見ろ、闇が吹き出す穴だ。闇と一緒に魔物が吹き出した。まさに闇の噴出口だな。邪魔だ。叩き。さすがだな、ジャック。これで新しい道が開けた。あれはキューブだ。一息つけそう。恨むのか。逆に巻き込まれないように気をつけろ。見切ってやるさ。手応えがなさすぎる。ジャックがいれば余裕だな。炎に近づくな。体力を無駄に消耗する。別の道探す。
耐性下がってるっぽい。喜べ。そこにキューブが見えたぞ。調べておくか。あの炎を邪魔。水で消したいね。迎えだな。やるぞ、ついてこい。離れられたかな。俺はまだやれるけどな。大歓迎だな。叩き潰す。がいれば負けないさ。あんたに頼られたら力が湧いてくるよ。
健康だ。これで行く。さて、灰になれ。なるほど、炎を食うと膨らむのか。やれろ。健康だ。楽勝、次も頼むぞ、ジャック。これで行く。さてと。かなり広い部屋だね。魔物も多そうだ。気をつけよう。ただの噴出効果。やっちゃおう、ジャック。だな。叩き潰す。健康だ。では追いつきろ。
味のある勝利だ。怪我は手当てしておけ。珍しいな。装備しとく。
天候だ。これで行く。ジャック、開けてみよう。行くぞ。ここに繋がっていたんだな。よし、ショートカットの完成だ。戻るときはここを通るぞ。
天候だ。やるか。ヤク、戦おう。さてと。潰れろ。うまくいったな。俺も気をつけよう。ダッシュ、当てにしてもいいか。もちろん。やるぞ、ついてこい。うとうしいなぁ。作戦を見つけたぞ。あの大きな塔にカオスがいるのかな。まだ先は長そうだ。ああ、集中力を切らすなよ。お宝発見。沈め
敵発見。出てきた敵を倒せば息子も弱っていくみたいだ。ジャック、いい感じだ。だいぶ減ったんじゃない？今のうちに穴を潰す。運飛行はあと2つ。思いっきり落ち着いて対処するしかないな。最後の一つもぶっ壊す。ここを渡れば一番大きな塔へ行けそうだな。キューブ発見。休憩できそうだ。何が入っているかな。私、いいんじゃない？
どうも気力が冴えないな。ヤックの指示に従うさ。これで行く。強かったんだ。卑下しなくていい。何かある。行くぞ。闇が濃いな。間違いない。この先にいる。キューブ見つけたよ。さてどうするかな。私はカオスとなる者。お前たちは何者だ。俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。おお。いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。ガーランド？違う。私はカオスとなるものだ。顔を見てやろう。待て。俺の水晶が震えている。ああ、共鳴だ。俺のも門も震えてる。
私はネオン。カオスにはなれなかったのか。順を追って説明してくれるかな。私は仲間たちとカオス退治の旅に出た。旅は困難を極め、仲間は一人また一人と減る。そんな中、私は真相に気がついた。カオスという人物、あるいは魔物は存在しない。それはある種の幻想に過ぎない。闇や魔物、そして何より人々の心を蝕む終末思想、それらは全てカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。人々が幻想から覚めることができるように。くだらん。カオスへの思いはまだここにある。つまりカオスはどこかにいる。俺は続けるぞ。私も行くから。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。この4人で決まりだ。カオスはいないなどというやつの居場所はない。それならカオスに合わせて謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。一度城へ戻ろう。パトロンには嫌われないようにしないと。